人参もっと小さくしよう。ちょっと待って。あ、次人参切ります。よいしょ、ありがとう緑色スノーマン。あら、壊れたかと思ったん。ありがとうございます。うちが10キロ超えたら、そう、チンってやつ買った。ウルスママありがとうございます。え、見たら頑張れ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。62キロか、クソレブやん。かてえな人参。なんか子供に作るシチューみたいになった。すごく重たかった。ありがとうございます。みたらちゃん大好き、頑張ってください。ありがとう、ユッキーナさんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。青色スノーマンありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゅんちゃんありがとう。ありがとう。ちょっと切っていきますね。明日検診、体重怖い。え、自分で測らないんですか？自分で測ってたら怖くないか。もう寝るのもしんどいからね、臨月。あまり増えると怒られる。ちょっと丁寧に作るわ今日。なんか丁寧に作りたい気分。エミタロ大好き、ありがとうございます。白蛇ありがとうございます、ありがとうございます。本当にそういつも丁寧なんだけど、やっぱお酒飲まんかったらうちっていいのかな。確かにみんなの言う通り、チンいらん、使わせてよ。かわいい人参。てかまだあと半分もあるわ。こんな入れる人参。これいいじゃん、しめじの箱。エミリーに料理作らせると金の無駄？配信者だからね。普通に配信してなかったらそりゃ無駄かもしれんけど、得るものだってあるじゃん。こうやってアイテム投げてもらってからさ。ね、好きって言ってくれる人もいるからいいと思うけどね。うちはなんで細かく、人参多すぎ？肉じゃがに使う？オッケー。じゃあもうこれだけでいいか。すげえ、横浜中華街人が多い。料理配信です。ありがとうございます、みーさん。エイミクッキング好き。ありがとうございます。ありがとうございます。人参サラダって何？人参体にいいよね。
キモいから消えて。人参サラダスティック、ちょっと肉じゃが作るわこれで。今度肉じゃがか人参しりしり作る。これでかわいい、ありがとう。まあ、こんな感じでいっか。これはちょっと置いといて、パンはちゃんと締め切って置いてる。じゃあいきます。サファリパークでキリンにあげる。いいね。かびてない、大丈夫。よし、そしたらやっていこう。油を熱し具材を炒める。油、女が多そう。うん、そうでしょうね。怖いよ。これあの誠司さんが前使ってたやつで、なんか出てきて使ってる。肉炒めるよ今から。これいい。何時だ今？9時半。ブロッコリーは買ってないかな。OK、いきますよ。OK。豚と鶏肉、あ、ありがとうございます。ブライさんありがとうございます。ありがとう。ガールさんありがとう。ありがとうございます。嬉しい。今ね、肉を炒めてます。そう、肉は大きめ、がっつり豚肉と鶏肉。てるぬちゃんありがとう。10時過ぎに帰ってくる。喜ぶかな。
グレープシードオイル。あー、油？エゴマオイルみたいな。イカンジン。イカンジンやね。焼き色がついたんで、野菜入れます。先生ありがとう。大丈夫大丈夫。しめじ、しめじ入れていいかな。うるさいな。なんだっけ。カレールーもある。なんか焦げよる肉が。玉ねぎない。野菜にドレス。そう、玉ねぎ食べれない。いいでしょ、具沢山でね。ちょっとセレブの家のシチューみたいやんね。うちは豚塊肉と鶏もも入れるのよって。2種類の肉を使うのよって。もう水入れよう。水は600ml 入れます。ローリエも入れるね。うん、いいんじゃない。よいしょ。具が多いけど。ローリエいいんじゃない。ちょっと具が多いけど、まあ OKOK。 そう、ちょうどいい。5皿分ですね。5皿分。これ1箱で10皿だから半分使うから5皿分。これがうまいんだって、この黄色のシチューが。ローリエ入れよう。ローリエを入れよう。15分。あ、
具を取り具材が柔らかくなるまで煮込む。沸騰後約15分。そう、これ好きなんですよね。これ子供が好きな感じっしょ。え、嬉しい。ロリエは一応知ってます。スプーンでこれに入れちゃえ。でもこれね、これいいわ。しめじの箱。フライパン気をつけてない。こうね、こうこう、確かに。沸騰後15分だから。酢の箱、あ、元の箱、これが大好き。うち黄色なんだよこれ、うん、これ美味しい。本当蓋がない、蓋はない。人参食べかな。微妙。アク取ろう。バターとか入れる？バターあるけど。そうそう、コーンスープみたいな感じ。バター入れる？入れちゃう？どうする？絶対合うよね。最後に入れる？バターあるんですよ、一応。マーガリンじゃなくてちゃんとしたバター。はい、今から15分。今から15分。40分やけん。55分まで。もうパンは分かったけん。分かったけん。分かっとるけん。ちゃんと味見するけん。分かっとるけん。69号。エミ太郎3食かな。これ食べるのは3食目。分かっちょるよ。しめじが多くて美味しそう。水なくなっちゃう。あ、本当だ。弱火から中火って書いてある。弱火でいいんじゃね。弱火。これ使えるわ。これも使うし、牛乳入れるからね。牛乳ちょっと強火しようか。いやでも蓋って書いてないから多分大丈夫。クラムチャウダー好き。モスバーガーのクラムチャウダー好き。あ、コーンシチューにしました。これですか。あ、ケン。何なんやケンみたいな。あ、わかる。熱いよね。
モスのチャウダー。あ、これこれですか。これこれ大好きなんですよ。いやでも5皿分だし、男の人っていっぱい食べるやん。うーん、あーコストコのクラムチャウダー、これ美味しい。ビービー楽しみよ。シチューすぐなくなるよね。買えばよかったね、コーンね。ブロッコリー入れない。わ、ルー半量の場合は具材と牛乳は半量、水は 700ml だって。もうちょっと足そう水。100入れたから100追加。 OK。 ベーコン、ウインナー、ウインナー入れたいの。ちょっと着替えていい？これで、バリー塊。もうこれちょっとお玉変えてくる。
これパン切るのに使うからちょっと洗ってきた。以上、ビニールどこ？これね、下だよ。これ下下大丈夫。これ遠近法でこんなに遠いからわかる？こんなに遠いから大丈夫大丈夫。遠近法遠近法ほら大丈夫だよ。ほらほらほら、ここだったら危ないでしょ。ここだから下下大丈夫大丈夫。トラップ？リリーさんもしてるの？何作ってんだろう。なんかアクアパッツァとか作りそう。素敵なキッチンで本当に憧れるね。作詞よの結婚するの？一人配信が好き。油とアクア、あ、ちょっとアクがまた出てるね。おいしくなーれ、萌え萌えキュン。おいしくなーれ、萌え萌えキュン。おいしくなーれー。明日曇りだって。広島曇り。日中にわか雨。沖縄22度、東京7度、福岡12度。明日ね、北海道-6度、7度だって。24日から26が東京は、24と25が大寒波、強烈寒波。明日、明後日雪マークでも11度って書いてある。最高温度。その次の日が5度だって。だからしあさってが寒い。沖縄楽しみ。半袖でいけんの？じゃあさ、あのリリーさんがくれるさ、あの半袖のアームウォーマーのやつ着ていける。それだけでね。ありがとうちかちゃん。沖縄楽しみ楽しみ。プロタンチャンネル。龍やリンに暴力されてた、通報お願いします。龍やがリンちゃんにってこと？プロタン、さすがに半袖寒い。応援してます、ありがとう。明日シチューにする。あー、スパム沖縄で買おうかな。プロタン、たまに見てた昔。箸使えるよ。何ガッパオライスって知ってるけどさ、何の話？何の話？あと3分、ちょっと火が通ってるか。どうしよう、割り箸じゃない、爪楊枝。間違えてチリコンカン、チリコンカンで諦めたの。よいしょ。タコライスね、うちあそこが好き。タコベル、タコベル大好き。空港でいつも食べてた、海外のタコベルが大好きなの。ガチで別れる。誰が？え、二人が？ちょっとチェックしますね。タコベルって調べて、タコスのチェーン店。スッと入ったよ。あー、スッと入ったね。タコベル美味しいよね。ちなみにここも頼める、タコベルだけに頼める。
あのウーバーイーツで今度頼むから。みたらちゃんおはよう、あーありがとうございます、あありがとうございます、嬉しい。今度頼むからタコベル配信するぜ、ベルを持って。ありがとう松島由美子さん、ありがとう。シラフいいですか、から元気です、普段無口です、コミュ障です、人見知りです、本当は本当は。シチューいいね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、待ってましたよ、待ってましたよ、ありがとうございます。シラフのふりしてます、嬉しいな。あ、じゃあもういっか、火を止めます。で、ローリエを取ります。オッケー。あ、スワッチスノーマン2個、あ、スノーマンっていう歌詞おったよね、あれ出てこない、誰だあれ、あ出ました、出ました、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそうそう、このコンロが頑張ってるから、コンロちゃんが。じゃあルーを入れよう、火通ってるんでね。アドルンの好き好き、みんなも好き好き、アドルンの好き好き、みんなも好き、懐かしい、ずっと知らないで言ってました。タロタロどうした、これ好き、じゃあ入れていきます。火を止めてルーを割り入れます、くるくる回すね。あ、おめでとうございます、奥さんに、おめでたい、おめでとうございます、久しぶり見たね。今56分、10時過ぎに帰ってくる、10時半ぐらいじゃないかな。もうめっちゃコーンスープの匂い、これがうまいんだって、もう子供が大好きな味になるけんね。イエーイ、え、私今2ヶ月一緒一緒、ほらみんなおめでとうって優しい、いいよね、人の幸せ願えるってね。で、溶かす、美味しそう。同級生、なんか同級生多い気がする。しかもさ、マッケンユも結婚したっしょ。8月10日、うち28。匂いに敏感になっとる。今日なんかスーパーでおばさんがなんか線香の匂いがしてくっさって思ったね。線香。タロタロ何？そう、あんま思わないんだけどね。ありがとうって何？ありがとうございます。そう、線香なんですよ。ありがとうございます。そう、線香。おいしくなーれ。萌え萌えキュン。そうそう、真剣佑と弟が2人とも結婚だってよ。お父さんの命日、誕生日かな。元気さん、ありがとう、ありがとう。つわりはないんだよね、生まれる前からいい子やで。炊飯器きつい、炊飯器ないかわかんないな。そうそう、千葉真一の息子ら、そうそうそう、さっき発表したでしょ。なんかちょっとちっちゃいしめじのちょんちょんがちょっとブサイクだな。ちっちゃいしめじも入れちゃったからさ。これから生まれる前からいい子やで。終わった？バスケ。
まだ炊飯器買っても置く場所ないし、チンでよくないって感じ。溶けない溶けない。いや、お母さんも来られないよ、コロナの関係でね。だから沖縄帰ってきたらお土産持って、うちらが行きたいねって言って話してる。チンご飯体に悪い。よし、溶けたでしょう。沖縄はね、ちょっとまだはっきりとは言えないんだけど、2月中沖縄新婚旅行的な。時々かき混ぜながら弱火で約5分煮込む。牛乳を入れて、さらに煮込む、約5分とろみがつくまで。で、牛乳は200の半分だから 100ml。 レジさんコメント、グリーンピース入ってないよ、体が重い。大丈夫。アリーナ、なんだアリーナ、アリーナー、あそこ行きたい。セーファーウタキ、パワースポットのセーファーウタキ。離乳食作る。アイーン、アリーナー、アイーン。肘が鳴っちゃった。緑の何？緑？ないよ、緑とか。あ、バター持ってこよう。ごめんなさい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 。くれた方。ね、食べるの楽しみにしとったのに。ちょん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 ってなんか緑の点がある。さすがにちょっと食べれんかも。あまちゃんハートありがとう。ごめんなさい。ジップロック買ってちゃんとしとけばよかった。ご飯で食べる。ご飯あるから。これ買ったのに、ごめんなさい。ごめんなさい。くれた方ごめんなさい。あ、牛乳入れます。
かうち小学校の時もパンをずっと溜め込んでてカビ生やしてたんだよね、机の奥で。なんかそれ思い出しちゃった。ごめんなさい、くれた人。よし。そう、お母さんはね、ちゃんとするんだよ。お母さんあのしてたようにちゃんとすればよかった、ジップロック買いに行って。よし。で、まだ煮込む。もうなんで溜め込んでたの？あの、片付けられない人間だったから。あ、うちもロッカーに溜め込んでた。で、バターちょっと入れてみます。バター。バター1個。怒ったかな、くれた。ごめんなさい。バター入れてみた。味見？子供生まれたら片付けできるようになるさ。ちょっと味見します。じゃあおいしい。なんかしめじの味が強いな。大量のしめじ入れてるから、だからなんか子供っぽすぎない、なんか大人の大人な、なんかちょっときのこ風味のなんかシチューって感じ。いい感じ。いい感じです。ゆで卵とシチューにしよう。レジさんはなんか買って帰るもの、パン食べたいな。パン買ってきていいし、パン、ご飯がいいな。ご飯はある。ご飯でいいなら何もない、もうできるよ。美味しそう。美味しいし、あ、バターはある。ご飯でいいならもうあるある。ご飯、食パンかバターロール。バターロール食パンがいいと思う。これがあるけん、あのガーリックトーストのあれがあるけん、食パンがいいんじゃない。あ、そうそう、レイジさんに枠変わるよ。うちも1時間してるから。フランスパン嫌やね。じゃあ食パン買ってきな。ガーリックトーストできる。お玉ある。お玉、お玉持ってくる今頃。けるね。
スパムおにぎり、今度スパムおにぎり配信するから、スパムおにぎり知ってるみんな、スパムおにぎり。食パン、これもいらないかね、チコで食べるゆで卵。何タバスコって、え、何の話、あ、つなちゃんありがとう、ありがとう。何タバスコ、シチューにタバスコ入れるの、美味しいの。え、でもちょっと気になる。スパムちゃんハートありがとう。自己感諦めた。 DJ さんバスケットボールもう帰ってくるの、おいしそう。お腹すいた。頭ティアラに見える。胡椒もうまい。リリーさんに見えてきた、嬉しい。わかったわかった、なんでバジルな。さあ出て行けよ、お前。
と待って、ルイジのコメント何？ブラックペッパーいる？なんで？任せるよ。任せる。何？今さっきの音に変えたこと守らないのって。うるせえ。何？本当にうざいんだけど。キモくない？トイレ行ってくる。ちょっとアイサムさ、あれしてよ、アイサム、サムネ、今日送ってくれた可愛い顔にしてよ、さ、アイサム、可愛い顔見してよ、みんなに、アイサムの、お願い。いや、無償友達じゃないから、リア。
愛さんもさ、サムに分かる。愛さむ、愛さむちゃん、あなたコメント可愛いからさ、可愛いお顔見せてちょうだいよ、愛さむちゃん。そして配信しなさい、あなたは。あの、うちが宣伝してあげるから。あのね、カマグに変えてから朝じゃない。愛さむ、愛さむちゃん、あなたコメント可愛いからさ、可愛いお顔見せてちょうだいよ、愛さむちゃん。そして配信しなさい、あなたは。あの、うちが宣伝してあげるから。あのね、カマグに変えてから朝じゃなくて、なんかずっと出るの、ずっと出る。チューリップってあれでしょ、あの手羽元をひっくり返すやつでしょ。手羽元だっけ、手羽元、手羽元、ん、お花の話。いや、クルメじゃないけど、ディアトマちゃん、チューリップの唐揚げ大好き、あれ食べやすいじゃんね。チューリップの唐揚げっていうのが居酒屋になったら頼んじゃうね。手羽元だよね。ちげえ、なにこれ、この写真のこと。へえ、こんな、これ沖縄のポークランチョンミート、薄塩味、これが美味しいっていうこと。肉球さん、うち知らない、うちスパムしか知らない。あ、スパムの種類、そういうこと。安田圭じゃないけど、1ミリも安田圭じゃないんだけど、似てる安田圭に。似てないやん、安田圭より可愛い自信あるんだけど、ダメですか。髪切ってない、レイジのために似てる、似てるじゃない、あの頑張ってる姿がいい、嬉しい。ちょっと似とる、安田圭が可愛くなった感じ。香川の枠で薬中カップルって話題になってるよ。アイサム可愛いよ。もういいよ、誰々似てるとか、誰々がなんて言ってるとか、いいよ。いつ帰ってくんのよ。今日の鬼レンチャンで安田圭の扱い。あ、あのあれ歌のやつ、鬼レンチャン。そうなん。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきたよ。心の声が届いた。ナルシストではない、まあ、猫舌だからよそっといてって言われた。ゆで卵大好き、エミリー。服かわいい。あれ、あと2分、何が。お帰り。下の方まで、うん、カッパエビセンの匂いがすごいするんだけど。え？カッパエビセン作ってない？エミ、もしかして。エミシチューだけど。シチュー？エミじゃない、それ。俺の鼻が悪いのかな、ここの部屋からずっとカッパエビセンの匂いがするんだけど。お帰り。ただいま。お腹空いてる？そうそう、ドアがね、バンバン。カッパエビセンって作るの？YouTuber でもいるんかな。ゆで卵食べる？1個。ゆで卵、手洗ってから。